ロアリングライオンは、イギリスの競争馬、シュボバ。主なカチクラに2018年エクリプスステークス、インターナショナルステークス、アイリッシュチャンピオンステークス、クイーンエリザベスにスイステークスがある。2015年3月15日に、アメリカ合衆国で誕生。2016年のキーンランドセプテンバーセールで、カタールレーシング代理人のデビットレッドバースによって16万ドルで落札され、 イギリスにわたる。8月18日ニューマーケット競馬場のノービスステークスでデビューし一着。2戦目で後続に6馬審査をつけて圧勝すると、重賞初挑戦となったロイヤルロッジステークスでは2着馬に、首差ながらも重賞初制覇を果たす。10月28日のレーシングポストトロフィーでは、サクソンウォリアーとの叩き合いの末2着に敗れる。 4月19日のクレイブンステークスで始動したがマザーからキューバ審査の3着に終わる。陣営は2000ギニーを回避してダンテステークスを使う計画をしていたが、その後2000ギニーに出走することになった。2000ギニーではサクソンウォリアーの5着に敗れたが、中1周で挑んだダンテステークスはミルデンバーガーに4馬審判差をつけ圧勝した。6月2日のダービーステークスでは、 マサーの三着となるが、続くエクリプスステークスでは、中団後方から足を伸ばすと後位から抜け出したサクソンウォリアーを外から差し切って G1 発制覇を果たした。8月22日のインターナショナルステークスは、中団待機から直線で抜け出すとポエッツワードに三馬身一四1、4差をつけて G1 レースに連勝となった。月日のアイリッシュチャンピオンステークスでは、 エクリプス S と同様、先に抜け出したサクソンウォリアをゴール前で、首下がわして、欧州の主要中距離 GI3 連勝を達成した。実戦には10月20日の A チャンピオンステークスを予定していたが、周回コースの馬場状態が悪化していたため、マイル戦のクイーンエリザベス2世ステークスに出走。久々のマイル戦ながら、集団追走から鋭く足を伸ばすと、最後は、 アイキャンフライに首差つけて GI4 連勝となった。陣営は自走にダート最高峰のブリーダーズカップクラシックを選択。欧州の主要 GI を4連勝中ながら芝向きのキトゥンズジョイ3区ということもあって14頭立ての9番人気にとどまった。レースでは中段のうちを追走していたが中盤で早々と手応えがなくなり失速し大差の再開に沈んだ。 同レースを最後に現役を引退。ブリーダーズカップ終了後、欧州の主要 GI4 連勝の活躍が評価され、2018年のカルティエ賞年度代表馬に選出された。以下の内容はレーシングポストの情報に基づく。2019年からイギリスのトゥーインヒルズスタッドで種ボ入りした。初年度の種付け量は4万ポンドに設定された。 同年7月27日、シャトル先のニュージーランドで重度の潜痛を発症。1週間に2度の緊急手術が行われるほどの危機的状況に陥ったが、ケンブリッジバ病院で24時間体制での治療が続けられた結果一命を取り留め、8月8日に無事退院を果たした。しかし8月23日、再度の症状の悪化により安楽死の対応が取られた。 ありがとうございます。